いやー、昨日ね、いきなりのね、雨が降ってきてね、少し水が入ったかと思ったんですけど、なんとか免れたみたいです。ん？わかった。なんかね、調子悪いっすね。ちょっと。今、アイドリングは上がってるんですけど、燃料ポンプ多分いってんだろうな、これ。あ、止まった。止まりました。なんかね、ガソリンがいってないっぽいっすね、ちょっと。2日目にして、風洞になりました。チン、キャブクリ入れてエンジンかけてみようと思います。これでかかるんだとしたらもうおそらく燃料がいってない感じなのかなと。まあ詰まりとか、ポンプがダメとかだと思います。やってみましょう。よし、じゃあクランキングします。燃料ポンプですね、おそらく。これ、エアキリを外していきましょう。よしよし。まあ、ここにガソリンが来て、入っていく感じですかね。だから、ここ抜いて、ガソリンが出なかったら、100% ポンプ。が、どっか詰まってるか。ですね。で、一旦これ抜いてクランキングして出るか出ないか見ましょうか。よし。少しだけ出てるけど、ほぼほぼ出てないですね、これは。ちょっとフィルターとかも怪しいな。ちょっとフィルターも外しますか。うわやばい、これはサビだ、サビ。うわこれはまあ、じゃあポンプはいってないかもしれないですね。よし、じゃあ一旦ちょっと軽く清掃したので、まあ、これかかるかどうかって分かんないんですけど、はい、ビンゴです。ポンプ大丈夫そうですね、この感じだと。まあ、そっか。でもなんかなあ、ちょっとタンクの錆というか根本的な部分を変えないと、またすぐあのエレメントも、新しいエレメントつけてもまた詰まってしまうのではないかなと、思うので、まあ一旦ちゃんと動くようになってからね、タンクの方をちょっと見ていこうと思います。はい、数日経ってね、燃料フィルターが来たので交換していこうと思います。頼むからこれで直ってくれ。燃料フィルター新しくなりました。それではこれでいけるかな。じゃあエンジンかけます。かかった、かかった。どうだどうだ。あ、止まった。どういうことや。嫌な予感。かかんねえやん。なんだなんだなんだ。燃料がね、やっぱポンプの方に行ってないので、ちょっといくつか原因を潰していこうと思うんですけど、1点考えられることが、タンクのサビがもう飛んでフィルターが詰まっているところっていうのはね、フィルターを交換したんであれなんですけど、ガソリンがねそこまで来ないんですよね。なので
もしかしたら本当にポンプが行ってるのか、あとは、タンクから、フィルターまでの、ガソリンのね経路をどっか詰まってるのかっていうところなんですけど、まあポンプはねとりあえず一番最後にして、ガソリンタンクからフィルターまでのね経路を少し辿っていこうと思います。ガソリンタンクのね中まずね見ていこうと思います。出発点ですね。もしかしたらこの中、めちゃくちゃ錆びてるかもしれないので、そしたら錆がね飛んだ可能性ももちろんあるのでやっていこうと思います。うわー錆びてんな、すっげー錆だすんげーな錆が、中はこの調子すごいことになってんかな。うわー錆びてますね、だいぶ錆びてる。ちょっと怪しいっすね。一回ガソリン抜いてみますか。うわーこれはひどいな。サビ一気に出てきましたこれサビ取りしないとないかな。これは一旦タンク下ろした方が早いか。タンク下ろして中ねちょっと洗いましょう。取れました。なんとかガソリンタンク取れました。中に高圧洗浄を入れてね、一旦洗いましょう。高圧洗浄機で洗ったんですけど、だいぶ綺麗になりましたね中身。じゃあここにちょっとサンポールとか漬け込んで、残りのサビ落としていこうと思います。